無茶ですよ。まだ寝てなきゃ。まだ寝てろだと。これ以上寝てたらお前ら俺の存在を忘れちまうだろうが。それよか、骨折の熱とかで寝込んでたクソヒゲ女の意識が戻った。エレンの行き先を吐かせるぞ。点検を行ってくれ。了解。2本も指がありゃ十分だ。問題ねえ。ねえリヴァイ、みんな見てるかな。今の私たちを死んだ仲間に誇れるかな。奴みてえなこと言ってんじゃねえよ。おいクソメガネ。わかるだろうリヴァイ、ようやく来たって感じだ。私の番が今、最高にカッコつけたい気分なんだよ。このまま行かせてくれ。心臓を捧げよ。見えたわけじゃないけどね。要はバカでかい骨の塊が動いてる。虫みてえにな。普通に考えるなら頭部のうなじに本体はいるけど、潜水と同じ手がある限り絶対じゃねえ。だとよエレン、今ならケツに蹴り入れるだけで勘弁してやる。おい、なんとか言ったらどうなんだ。